そう、センターまでね。お、いいんじゃない？でかいんじゃない？ちょっと巻いたか。でかいでかい。いや、ナイスショット。乗っただけやったけど。うん、乗っただけやった。でも、まあでもね、だいぶ加減しそうですね。うん、乗ればいい。ああ、ちょっと短い。でも俺もあそこら辺でいいと思ってるし、うん、ああ、かな、どこ狙っとんの？左でも、でも、うん、フックって乗ってくるんだよ。馬の向こう行ったかもしれない。ユージのユーティリティに騙された。みんなユージに騙された。7番アイアン誰も聞かれて聞いてる。カメラが聞いとるで。はいよ。あ、いいんじゃない？あ、でもちょっと当たりは良かった。距離は、うん、距離はよ。そうなのかな。うん。あれ、ユージさ、うん。まあ、ユージ君のとこってどれぐらいなの距離？175あれぐらいでいいか。進行が遅れております。6番ちょっとあれか、6番で。速やかなプレーをお願いいたします。160ぐらいだよね。それだとちょっと短いかなって感じ。うん、絶対短いだろうなと思ったけど。あ、そう。うん。センター165でしょ。で、上げとるでしょ。いや無理でしょ。センター100、なんで表示が書いてあったやん。どの表示？あの、クイーン。あ、なるほど。あ、まあ。あ、ちょっと短い。うん。止まるといいけど。ちょっと残ってくれ。あ、行っちゃった。行っちゃったやん。もう。また大怪我だよ。ナイス。ちょっと弱いね。うんうん。ちょっとってだいぶ弱いね。いや、俺が死んだ。死んだ。行ってくれいいのに。抜けたのに。あ、右出てまった。結構強く打ったね。よし、あ、行っちゃったね。なんで、こんなに行っちゃう？あれ、下りか、これ。落としんかったよね。いや、落としんかった、ちょっと、うん、ナイスショ。左に行って右に曲がってきた、うん。
バンカーか。ああ、バンカー付近でやるだね、つなが。パー5なんですね。あ、そう、バンカー越えてくと思ったんやけど。ダメか。あ、そう。何でしょう。バンカーの方向。どうなったか分からんね。見えんね。越えたのか落ちたのか分からんね。うん。ナイショナイショこれいいよ、うん、これロングとかさ関係ないやつがいいんだよね、まあ、じゃあ関係ないってどういうこと意味がわからない関係ないってどういうこと1打目あんまり関係ないやつあでもここ関係あるやすごいここロングだもんかしげとるしかしげとるよ今の、うん、今いいとこいとるよまじ次まっすぐグリーンまで見えるよねでもねアイアンで刻むんだ狭いねあどこ行ったラフったうんと左行った左の右の最悪最悪長いロングになりそうやねまあ暫定球打ってこまずは長い方が1球目多分あると思うんだけど珍しいねプッシュしたけどスライスはしとらんかったでほんと2球目はどうしたのまあ、あるといいな あるとしたらこの辺かいいなとしたら先端に折れた330ヤードですアイコスで一番やっちゃかんことやった先端があ、キーが悪いねラフ左のラフすごいやっぱレーザーの方が、ああいうのが手軽 GPS の方がなんかこれぐらいの距離はね、まだ、うん、これぐらいの距離、あんまり、レーザー50ヤード以下うん、うん、うわっ、ちょっとで行き過ぎたっていいちょっとこぼれた、あ、こぼれたって、あっち大丈夫なのわからん、何にもない、うん、そういう風じゃないやどうだろうどうなってんだナイス。ユージが振る前に打っちゃおうと思ったのに。うん？ユージが振る前に打っちゃおう。そういかんだろう。いや打っちゃっていいよ。打っていいよ。うん、転がっていっちゃうもんな。あれ止まらへんよ。結構あれだね。ビビってきたでもそれが結果的にストップパツッといっちゃったよ止まれここでこんなあれが当たった？うん、グリ周りでね。はい。登っとるでと思ったけど打ちすぎたこれは。強い。止まれ止まれ。OB がいて。ああ。OB? うん、ティーショットやね。おナイス。しない。ナイス。ああ、いったね。でも8。ここのオフが痛いな。うん
あ、いや、待ってか。ありがとう。かもしれん。そうでしょ。いや、ほんとほんと。ギリギリだった。あ、ほんとだ。うん。あ、そう。うん。わわわわわわ。どこまで左。引っ掛けた。セーブ？何？今のはダメ？いや、心、自分の心に聞いてごらん。そうなったか。そうなりますわ。アイコスほじくってる場合じゃないし。うん、そうやって。結構いったね。うん。パー。パー。ナイスパー。ナイスパー。どっちだ？こうか。惜しい。オッケー。オッケー。お。おお。入っとる今のところ。手ぶれ補正聞いとる。揺れた今。こうやってね。え？あ、そう。え？え？オッケー。うんうん。空振りが。あれ空振りだったの？空振り。空振りっていうかボールの後ろ。あ、あれ違う、素振りじゃなかったんだ。いやいやいや。あ、打つ意思があったと。素振りアピールしとったんや。素振りアピールしとったけど、まあ、うん。それはいかん？うん。打つ気まんまのやつで。いや、誰が見ても打つ気まんま。越えたかな？越えたな。ここないね。ここはね、キュウキュウやるとこないね。ああ、これは引っ張りすぎだ。でも抜けとりゃ。うん。そこは守っとかんと。あ、カシャっていった。あとで。気持ち悪いよ。右の山。右当たりで。でもカシャカシャっていったで、特設なさそうやで、もう一球。もう一球ね。
でも唯一同じ 方向で、あ、特色ファインだここ。うん。あ、これはかんねえ。みんなどっち行ってんの？みんなどこ行ってんの？みんな俺の方向に来るけど。みんなどっち右？うん。正直オーナーが。オーナーが悪い。いや、俺は大丈夫だ。俺セーフだ。あんな剣士だ。と一緒に見てから。配信を見せるの。カットしたか。まあ、これはいい。正統派。よいしょ。じゃあ、暫定球いきます。はい。飛んでねえな。いや、大丈夫。黄色い旗の左手前なら十分だって。十分だって。よいしょ。これいいや。これよう飛んどるよ。ボールが良かったね。ん、じゃあ暫定打ちまーす。黄色にオレンジがかんかもしれん、これ。あれ、俺全然。旗より全だいぶ下やん。オッケー、大丈夫、大丈夫。誰と誰とが暫定？今打った二人。あら、あ、暫定なんだ、あれ。あのナイスショット。暫定だよ。なんで暫定、なんでトムキリ後に打っとんの、じゃあ。そうだよね。はいはいはい。そうだよね、俺より後に打っとったな。いや、なんで、暫定。気がついてないってこと、ね、そうそうそう。うわ、出てくるじゃん。行ったなぁ。行っちゃったね。当たる。OK、OK、OK。当たり、入れ。入った。お、ナイス。あった。これはちょっと厳しいね。ウェッジを返してきちゃったよ、俺。弱い。これ食われたかな。しょうがない。もうパターだな。いや、そうだった。相当下りだったね。下っとる。こっちからは。うん。おお、なんだ。違う、空振りじゃないけど。なった？なんか、もうタイミングが合ってなかった、全然。うん、なんかおかしかったね、今。なんか。なんだったなんかわからんけど。たまにさ、たまにあんの？肩がさ、うん、もう全然この辺が最下点でさ、もう体がついててない時があってさ。でも、繊細なとこあるな、変なとこ。なんか、うん、わかるよ、気持ちわかるよ、すっごい下って見える、下って見える、お姉ちゃんすごい下ってんの、うん、うん、それ、ちょんだよ、あー、これ外すとダメなんだって、あ、そうか、うん、あ、そっか、そうそうそう、オッケー、いい方はね、もう完全ちょっと今の、おからくなっちゃったね、このホール、うん、ティーショット3打目だよ、2打目でバンカー入れて、バンカーか、とりあえずこれはまっすぐ飛ばせばいい。そうそうそう、まずまっすぐ。踏み外してもいい、全然。まあ、それができない。膝には刻むだけだね、ただ。いやいやいや、何を置き込んで、風音狙いで。アイアンで打てる距離まで飛ばすよ、ドライバーで。いやー、ちょっと右出しすぎ。右出たのは。持ってこんことない？ダメダメ。OB でもないよ。引っかかるけど。うん、風音はっていうやつ。まあ、よりも右。やっぱり比較面白くない、多分。次は俺でいいの？ナイショー！ナイショー！センター前。狙える。狙えるとこやん。狙えるよ。ツオン狙える。バンカー方向。キックして。バンカーは越えた。越えた？うん、越えた。あっかん！あっかん出た！
かね。わからん。もう一個打っとく？転がってくるのはちょっと見え方ね。うん、一応ね。あ、また。でも今度は土手で。これある。うわ、ついた。ついた。何時9ですか、まだでも分からない。ここ池があるし、池があるね。まだ全然分からんよ。全然分からん。ぶっちゃけると友行が混んで一つリードになったぐらいの感じ。要素の戦いにも仲間に入れるぐらい。そうでもない。石田さんだもん。石田さんだもんで並んだぐらいか、うん、今ので。ああ、石田リードぐらい。だって今4打目でしょ。あ、今3打目。トムキは1打目でしょ。2つだでしょ、うん、だから1打リードぐらいの感覚。あ、1打俺リードしたんだという感覚じゃない。あ、ここで置いてる。ここで俺いやいや、最後にまたグリーン上で楽しくなりそうだよね。ケンジが何今行くかな。トムキは何？お疲れ様です。池の周りから4打目になるんですね。2打目を入れた、うん、2打目が入ったんだ。2打目入った。3打目じゃ3の4だね。8点。4オンのスーパーで6点。あれが1、2の1回のパートで